アトラス航空ボーイング747-200型、キアトラス航空は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ーパーチェスに拠点を置く、貨物航空会社である。ギリシア神話の神、アトラースにちなんで、アトラス航空と名付けられた。1992年4月に設立。親会社のアトラスウェアワールドワイドホールディングスが、株式をナスダックに上場している。ミサ飛行場で撮影された。 アトラス航空のボーイング 767-300ER 型機を米で活躍していた旅客用747を大量購入し、かつ貨物用へ転用の上運用していることは世界的にも有名だが2000年代に入り心臓のマイナス400フレーターを導入している。これら747フレーターで貨物輸送を行っている。日本では成田国際空港、 中部国際空港、関西国際空港、横田基地、カデナ基地に飛来しているほか、最近では、鹿児島、北九州にも顔を出している。愛知県で製造された B787 型機の主翼部品運搬のために、開港以来約10年間中部国際空港へ定期的に飛来し続け、同空港の代名詞ともなっている機体である。 ボーイング車保有の747から400リットル CF を運行しているのも同社である。amazon.com の専用輸送機、a m Amazon o ン1の運行を受託している。しかし、この専用輸送機が2019年に一機墜落している。これまで貨物専門として訓練していた同社だが、近年は軍事、国際旅客チャータービンの運行を開始。 旅客として運行されるのは747から400と767から 300ER で、この中には元日本航空の JA8077 万8088や元全日本空輸の JA404A、405A が含まれている。767から 300ER はアシアナ航空、ラン航空など使用していたもので、 アメリカ国内のローカル空港発着にも対応した機材である。必要に応じて757、767、777クラスも今後導入が予定されている。アトラス航空の機材は以下の航空機で構成される。ちなみに、ボーイング747から8回も12機を発注したが、初期製造に当たる3機の発注を取り消し9機の 導入へ変更されたフロリダ州マイアミにあるアトラス航空場無員訓練所では自社パイロットの訓練だけでなくアメリカ空軍第89空輸航空団から政府専用機パイロットの訓練も委託されているほどの信頼と実績もある。なお、同社が発注したボーイング社製航空機の顧客番号は 7U で航空機の形式名は747から 47U 回。 747から 87UF などとなる。かつてはボーイング747型機のクラシックと呼ばれる1億20万300型機を運用した。200型機の中には、元全日空機、タイ国際航空機、アリタリア航空機、300型機は、バリング航空機も存在していた。二千十九年二月十三日、アトラス航空百九十一便が、 テキサス州でアプローチ中に墜落。乗員3人は全員死亡。原因は調査中である。ありがとうございます。